色究極典等他は仏教の世界観の一つであり、三階のうち、色界及び天上界における最高の点のこと。三階は上から無色界、色界、翼界の三つの世界があるが、色究極典はその中の色界の最上位に位置する。色とは、形態、物質のことで、色界は欲望から離れて清らかな物質や肉体が、 存在する世界であるが、この点より上は、肉体や物質が存在しない、虫機械になり、形態を有する点どころの極むる場所であるから、色究極点と呼ばれる。熊羅獣役、ホッケ業除文では、虫機械の最上位である、非相非非相点ではなく、この色を究極点が宇宙点であると位置づけられている。雑話日運心論、アキラッショチ論は、 この点での天部の身長が一万六千0順、寿命が一万六千項とする。チベット仏教においては、法人物である持ち混合物は、色休経点において、密教の教えを説いたとされている。チベット仏教のネワール派とネパールの仏教の見解によると、混合殺水は、趣味山頂と、色休経点の間を往復し、時には四界にまで降下して、 今後は針となる。一方、持ち混合物は色急経典を中心として、無識界から趣味山の頂きまでを行き来する。また、11世紀のジリンタントラの成立以降、これらの仏教においては、混合サッタを本事物と位置づけた上で、彼は色急経典に座していると考えた。帝宝、1973&64、定方明、部長店。 コトバンク二2021年11月28日閲覧。チャンキャロールパイドルジェドナルド・ロペス、ビューティフル・アドオンメント・オブ・マウント・メル、チャプター13、サイモン・アンド・シュスター、吉崎千九1994、P307、吉崎千九1994、ピアニッシモ30、309、308。ありがとうございます。